はい、パトレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車大好きプラレールがいっぱいやっていきたいと思います。で、北海道路線で行きましょうね。で、レベル3。この湘南色の電車だっけね、快速と普通があんだよね。まあ、20分で終わると。いやー、結構やったね、このゲームはね。もういいかなー。もう一回やれって言われても。参るよね。はい、出発進行。この電車は快速、移動行きです。確か黒帽子の動画道場さんってアカウント名だったと思うんですけどね。次は今度は抽選でなんか路線決めたりして、もう一回やってみたらどうですかみたいなね、コメントいただいたんですけどね。もうこのゲームいいかなって思うんですけどね。もう十分やりましたよね。もう一回やらせるかっていうぐらい。ほんと、もうちょっとね、変化っていうか、速度制限が一箇所か二箇所あるとかね、そういう変化があればまた、秋も来ないんでしょうけどね。まあ、ライブ配信でやってみるっていう手はありますけどね。まあ確かにね、このゲームが一番評判良かったですからね。100キロくらい出すか。なかなかね、このゲームをね、何周もするっていうのは結構大変だね。まあ簡単だからね、やれさえすればクリアできるんだけど。さえすればクリアできるんで、そんなにね、負荷はないんだけど。まあこういう感じだね。まあ、こうやってね、3、2、1。あ、惜しいね。残り時間 0.00 で止まると、オンタイムで5ポイントもらえるけど、お荷物挟む非常ブレーキ使ってみる。特になんもないって。はい、出発進行。そろそろすれ違い車両出てくると思うんだけど、115系だっけ、湘南色が出てくると思うんだけど。次は平和ですね。平和通過です。ライブでやるっていうのもまあありだけどね。新札幌を持ってきた。7、8、9、10両なんだね。やっぱ10両って決まってんだ。ライブでまたデータも1からやるっていうやり方すれば、まあそれはそれで面白いかもね。とっくにクリアしたデータでやっても、どの車両遊んだか遊んでないか分かんなくなるだけだからね。
一応これ快速あんだよね。あ、停車、停車か。第三低速進行。ちょっと早いか、1分40秒あるかな。ちょっと。あ。進行。感じですね。プラレール。プラレールも結構高いよね。プラレール買ってもね、遊ぶ用がないからね。さあ、ちょっとスピード出すか。長い鉄橋だね。こうして60キロでこの鉄橋通ることないからさ、なんか長く感じるね。第一計測進行。進行。まあ、こう、ね、B5 でいいか。新札幌に到着します。新札幌。まあ B5 でいいでしょう。はい、出発進行。まあ、こういうふうに行きますね。あ、北広島。はい、進行。進行は北広島。もうこれはフル加速で行った方がいいのかな。さあどんな感じで。トミカ。広島に到着。まあ、こういう。P6 にしとくか。時間ないのかな。意外と長いんだよね。なんかレベル3だからまあ多少止まる駅はまあ多いんだけど。札幌ビール園通過か。進行。次は千歳。はい、千歳。100でいいのかな。100キロぐらい出してって感じかな。まあこんな感じでいってですね。ここは畑ですね。
ここはアパートっていうか、まあ、うん、アパートっぽいところが多い。で、マンションがあって。通過ですね。札幌ビール園通過。次千鳥。ちょっと早いのかな。なんか時間がね余ってるよね。あんまり早く行っても時間が。俺今いたんだけどね。ダメだ、ボーナスくれないね。あ、スーパーひたち。おお。なあ、10両編成なんだね。まあこのまんま行っても大丈夫だと思うんだよね。全然時間あるよ。駅も見えないね。まだ見えてこないか。そろそろだよね。あ、千歳だから左側行くんだよね。ポイント左側の線路行くんじゃなかった。あ、ないのか。あれ、千歳ってなんか左側に。装着。あれ、地道線左側に、あれはなんかホームの左側に走っていくの、どこの駅だっけな、すっかり忘れてたの。関東路線だったかな。南地道線。まあいいか。フル加速で行くと。第一閉塞進行。はい、進行。景色がいいですね。山が見えて、山が異常に綺麗だよね。山が綺麗に見えるっていうのは。南千歳。まあこういう感じで行きます。あ、こっちか、この駅か。あと10秒。次は沼の肌通過。これはね、忙
しいよね。ちょっと忙しいかな。ちょっとダイヤ厳しい気がするな。なんか途中で急病人発生とかありそうだから、次止まるときはちょっとダイヤが厳しくなるかな。あ、この辺撮り鉄行ったような気がする。撮り鉄というか鉄道が行ったような気がするね。撮り鉄というか音鉄というかな。あ、いたいた。ありそうだよね。まあ一応線路に雪が積もってる部分もあるっていう、ね、でもさ、だいたい周りは雪積もってんだけど線路の上は全然雪積もってないっていう、ね、電車で合流上辺の函館のやつと一緒だね。函館も周り雪降ってんだけど線路の上だけ雪降ってないっていう、積もってないっていう。急病に発生しないね。うわ、早っ。全然ダイヤ厳しくないな。キロぐらい出したらいいの？70キロでいいかな。これ時間潰すの大変だな。まあこういう感じでいいか。速進行。60キロでいいと思うんだよね。OK、これでいい。まもなく苫小牧の到着。苫小牧。早いよね、着くの早いよな。でも駅の改札全然見えないんだよ、そういえば。どっから乗るんだ。自動改札は見当たらないけど。あ、これはあれだな、マイナス2ポイント早く着いた。感じで、はい、出発進行。第一閉鎖分進行。カモメエクスプレスじゃないですか。おお、いいですね。まあ、時間ないか、これ。あと1分15秒。次は青パネ。で、派手なトラックが止まってますけどね。あ、ちょっとブレーキかけるの遅かったな。大丈夫かな。ああ、大丈夫か。ああ、ギリギリ大丈夫だ。大洞
論したら自分で修正しなきゃいけないっていう。まあこういう感じで、ね、ちょっと早く着いちゃうんだよね。でも急病に発生ないんだね。あるかなって思ったんだけど。厳しいね、なんか最後だけどいや厳しいじゃない。次は移動、移動行こう。ご利用ありがとうございました。ありがとうございました。移動、移動、まあこういう感じでしょうね。さあどうでしょう。ちょっと遅れるよね、これ20秒ぐらい遅れるから97ポイントだな、これ。654321。はい、到着おめでとう。これで終わりか。あと2車両ぐらい残ってんだよね、遊んでない車両が。でエンディングになります。この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。